時間堂の黒沢誠と申します。こんばんは。2016年12月31日で、解散しまして、解散の2個前の本公演ゾーヤペイリスのアパートをカンフェスにエントリーしました。見どころが3つあります。その1、第9回小田島優氏戯曲賞、翻訳戯曲賞を受賞しました。翻訳家の秋月純也さんがその鮮烈な翻訳で、賞を受賞してよかったなって思いました。その2、歌って踊って最後は脱ぐ、時間の対応劇だって言われてますけど、ずっと生ピアノの演奏 で歌があって、でどんどん女の人の露出が上がっていくっていう2時間45分です。その3、難しくないコメディだよ。すごく難しそうに